ソナタ作品111初版表紙、ピアノソナタ第32番波短調作品111は、ルートビヒバン・ベートーベンが1822年に完成した作曲者最後のピアノソナタ。ベートーベン最後のピアノソナタの作曲は、第30番作品109、第31番作品110と並行する形で進められた。 1819年頃にはスケッチに着手しており、1820年9月20日の書館ではこの曲の作曲を進めている最中であることが報告されている。その後、上書開始の日付として不明2822年1月13日の日付が書き入れられており、この直後に全曲の完成に至ったと思われる。当時のベートーベンはミサソレムニスや、 公共曲第9番などの対策にも取り組んでおり、これら晩年の作品群は同時に生み出されていったことになる。この曲の完成をもってベートーベンは初期より続けてきたピアノソナタ作曲の筆を折る。この曲の後のピアノ作品にはディアベリ変装曲などが続くものの、ピアノソナタが書かれることはついになかった。年月日付の書簡では次なる。 ピアノ・ソナタが近いうちに出来上がる旨、楽譜出版社のペータースに伝えているが、該当する作品の存在は、倉庫としても確認されていない。曲は対照的な二つの楽章より構成される。ベートーベンが残したスケッチから、この曲は当初、型通りの三楽章・ソナタとして構想され、変異庁長のアダージョを中間に置いて、修学章はロンドあるいはフーガで締めくくる予定であった。 ことがわかっている。しかし、マエストーソの助走を書き終えたあたりで、この構想は破棄されたようである。結果として、アレグロで対法的処方を駆使した情熱的な破綻調の、ソナタ形式と、アダージョで美しい破蝶調の変奏曲という、ベートーベンが後期ピアノソナタにおいて体現してきたすべての要素を凝縮したかのような二学章の傑作が生まれることとなった。 この両学賞の際だった対比については、輪廻と下脱、死願と悲願、抵抗と復従など、過去にも様々な形容がなされてきた。ベートーベン自身は、曲が2つの楽章で終わることについて、電気作家のアントン・シンドラーに問われた際、ただ、時間が足りなかったのでとのみ述べたとされる。しかしながら、トーマスマンが、ファウストス博士の中で、作中人物の言葉として、 戻ることのない終わり、そなたという形式との決別と述べたように、に学章が遥かな高みに至るのを聞くとき、聴衆はこのピアノそなたがこれ以上の学章を必要としないことをおのずと悟るのである。楽譜は1822年にシュレジンガーから出版された。楽譜の表紙には、ルドルフ大公への献字が掲げられているが、もともとはベートーベンと関わりの深かったブレンターノ家の、 アントニーに送られる予定だった。しかし、検定先をどちらとするか両者の間で2点3点した結果、最終的にルドルフ大公へと捧げられることになった。なお、アントニーはピアノ・ソナタ第31番の検定先としても名前が挙がっていたものの結局同曲は無検事で出版されており、ようやくディアベリ変奏曲に至って作品の検定を受けることになる。 他の後期ピアノソナタと同様、この作品も風画的要素を含み、非常に高い演奏技術をピアノ奏者に要求する。また、この曲はベートーベンの全ピアノソナタのうち唯一強弱記号としてメゾピアノを使用している曲である。第一楽章が約9分、第二楽章が約15分である。第一楽章冒頭部の作曲者自筆譜、ボンのベートーベンハウス像。 ソナタ形式、助奏を持ち、風画的要素を含む。悲創ソナタや運命交響曲などベートーベンの破綻帳で書かれた他の作品と同じく荒々しく熱情的な楽層を持つ。また、弦7の和音を多く含む。第一楽章の冒頭、第一小説全体に広がる弦7の和音は、その一例である。フレイ1助走は低音からのクレッシェンドにより、 主部へと接続される。第一主題は競争により威圧的に提示され、間もなく対法的に扱われていく。フレーに第2主題は変異蝶々で現れるが、たちまち細かい音の流れに誘拐していく。フレー3第2主題のもたらす静寂は長くは続かず、第一主題に基づくコデッタにとって変わられると反復記号によって提示部を繰り返す。展開部では、 第一主題を風画風に扱っていくが、規模はさほど大きなものではない。4オクターブのユニゾンが強烈にフレーニを奏して再現部となり、続いて第2主題は波長長となって現れる。第2主題がヘタン長となって低音部で繰り返され、結尾区を減ると高打となる。高打は短いながらもディミヌエンドして波長長で終始し、 第二楽章の変装曲に溶け込むように巧妙に作られている。第二楽章冒頭部、楽譜出版社のモーリス・シュレジンガーによる社譜。1823年。変装曲。16小説の主題とそれに基づく5つの変装からなり、転調を伴う短い感想とコーダを持つ。16分の急拍子の下、フレイオンに示される深みのある主題が、穏やかに歌われる。 フレイ4第1変装では旋律に一定の律動が伴われ、以後、第3変装にかけて、この律動が全時細分化される。下記に第1変装、第2変装、第3変装の冒頭部分を示す。フレイ5フレイ6フレイ7第4変装になると、32分音符の3連音による律動が低音部及び高音部に出現するが、この律動は非常に重要で、 その後の楽曲全体を支配する。第4変装末尾には、感想部が付されている。長いトリルを伴って、主題の断片が現れ、一度破短調に転ずると、最弱音から息の長いクレッシェンドを形成しつつ、第5変装へと接続される。フレ八8最終変装より、主題が立動の上に出現する。再び姿を現した主題は名残を惜しむかのように、 拡大されて歌われてゆく。フレーキ最後は高音域のトリルを伴いながら、主題が解雇され、波長長の響きの中、楽曲は静寂のうちに幕を閉じる。注釈出典。ありがとうございます。